はい、というわけで、どうも皆さん、こんにちは。ポケモンダンジョン、不思議の、ポケモン不思議のダンジョン、マグナゲートと無限大迷宮というわけで、はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は、ポケモン不思議のダンジョン、マグナゲートと無限大迷宮を実況プレイしていこうかなと思っております。はい、というわけで、早速始めていきましょう。よろしくお願いします。本当に申し訳ございません。でかい。なんだこのデータは。すいません、ちょっと。ね、また、中古ショップでですね。今回はね、結構いい値段がして3000円ぐらいしましたね。北海道の方のゲオで買ってまいりました。よしおく。8レベルでやめたのかよ。ちょっと。やめてくれ。悲しい。また俺は、このデータを消さなきゃいけないのか。よしおくん、3回、冒険回数3回でやめてんじゃねえか。やめてくれよ、マジで。俺は、頑張るぞ。俺は3回でやめねえぞ、よしおくんのようにな。じゃ、行くか。悲しいな。いや、もしかしたら、ヨシオくんが売ったんじゃなくて、ヨシオくんの親が、ヨシオくんがなんか、ちょっともう、すげえ大学に進学するためにさ、なんか、勉強を強いられてたのかもしれない。ヨシオ家は。じゃあ行くか!行きましょうか!はじめから!ここはどこだろう?もしかして、夢の中?自分の夢の中?なのかな?また主人公は人間なのかな?今のは、間違いない。確かに、今、声が、どこからか、声が聞こえてくる。あなた、今声を聞いているあなた、もしかして、あなたは人間でしょうか?もしそうであれば、お願いです。私たちを、助けてほしい。ポケモンの世界を、助けてほしいのです。ポケモンの世界!助けてなんだこいつ。こいつあれだ。ムシャーナの進化前だ。サザンドル。サザンドル。今回は、ボスはサザンドル。悪い奴はサザンドルなのかな?今見えたものは、一体、何だったんだろう今のは。なんか空の探検隊っぽいな。この。やべえ、俺の影が映ってる。すげえ。今度はモヤが。あれ?あそこにうっすらと見えるの。あれはもしかして、自分?これ俺じゃん。え、ちょっと俺の影が映ってる。マジかよ。自分の姿が歪んで、何かに変わるような。あー、今回はなんか、性格診断とかねえんだ。え、どうしよう。ちょっと待って、主人公どうしようかな。あ、もう早速、すげえ、もう選ばせてくれるんだ。はい、というわけで、じゃあそれでは早速やっていきましょうか。そうだな、こう
まあ、評判にはあらかじめ聞いていたのですが、主人公に選べるポケモンは結構少なめになっているということ、どうするかな？ちょ、超ポケ団の時はポカブでした。はい。で、空の探検隊の時はリオルでしたね。どうしようかな。ちょっと、今回違うやつ選びたいな。でも、そしたら、ポカブがと、パートナーとかになったらなんか気持ち悪いしな。うん。どうしよう。ちょっと今回、ツタージャを選ばせてもらってもいいかな。俺、ツタージャがいい。なっちまった。自分の姿が、ツタージャに行くか。なんだ、ここは。ここが、マグナゲートってやつか。やっぱり、ツタージャになってる。俺は男なのかな。俺は男なのかな。女なのかな。あ、何か、中に、光が、なんとなくだけど、さっきの助けてっていう声はあそこから聞こえてきた気がする。確か、ポケモンの世界を、助けてほしいとか言ってたような。今回も、またとりあえず、ポケモンの世界を、多分、人間の俺がな、ポケモンになって助けに行くって。なんだこれこれオープニング映像でも出てた。うわーオープニング映像でも出てたな、今のな。魔法陣みたいな。これがマグナゲートなのかな。すげえ。映像綺麗だな、やっぱりな。3DS。おー、すげえな。行くか。旅が始まるぜ。いててて、目から星が、何も見えないよ。君、大丈夫？しっかりしてよ。ね。声が聞こえる。でも誰だろう？ちょっと待って、これパートナーも俺自分で選ばなきゃいけないのかな。だんだん見えるようになってきた。あれは？どうしよう。パートナーどうしよう。誰にしようかな。俺ツタージャンしたからな。ちょ、どうしましょう。悩むな、マジで。これ、オスメスとか決めれないのかな？オスメスとか、なんか、メスのミジュマルが使いたい。まあ、いや、ミジュマルがいい、俺。ミジュマルのお前、素朴な感じ好きだよ。あ、選べる！どうしよう！ちょっと待って！メスのミジュマルでいい？ちょっと、ここは、メスにさせてくれ、俺。ちょっと、一見ミジュマルといえば男のように見えるが、メスのミジュマルと、仲良くしたい。あ、起きた！君、大丈夫？わわ！ポケモンが喋った？怪我とか平気？そっか。自分もツタージャンになったから、ポケモンの言葉がわかるんだ。どこも痛くない？ねえ。ほんと？よかった。君、空から降ってきたんだよ。でもすげえ可愛くない？空から？そっか。そういえば。ポケモンってなんか高所から落ちても大丈夫なのかな？光が見えて、ここに落ちたような。始まるぜ、俺の冒険が。怪我一つないなんて、ラッキーね。ほんとびっくり。でもよかった。私はミジュマル。君は、名前はなんて言うの？名前？そうだ。名前は。じゃあ、付けさせていただきますか。じゃあ、付けます。カッツ。はい。じゃあ、それではセロという、ね、ニックネームで行こうかなと思います。セロって言うの。よろしく。それで、セロはどこから来たの？いや、空とかじゃなくて、君、ここら辺じゃ見かけないから、出身地とか、どこら辺から来たのかなとか思って、それはなんで空から降ってきたのか不思議だけど、まさか空に自分のお家があるとか言わないよね。いや、もしかしたら、天空の城の出身かもしんねん。そっか、まあそうだよね。多分人間界なんだろうな。空の向こう側から来たって言っても、普通は信じてくれないよね。せめて空に穴とか開いてればな。でも嘘を言うのは嫌だし、ここは素直に本当のことを言ってみるか。セロは本当は人間で、助けてっていう声を聞いたから、いつの間にかポケモンになって、人間の世界からここに落ちてきたんだって。やっぱり信用してくれないか。信用してくれそう。うん、わかった。私信じる。やっぱりな。結構いい子そうな雰囲気出てるもん。え、あっさり信じてくれたよ。確かにセロの言うことは不思議よ。人間なんておとぎ話の話にしか出てこないと思ってたし、
その人間がポケモンになってから空から降ってくるのもありえないって思うし、でも私思うの、世の中にはまだまだ不思議なことがたくさんある。そして実はそれは不思議なものでも何でもなくて、私自身が知らないから不思議だと感じるだけじゃないかって。へえ、すごく素直で考えが柔らかいんだな。いい子やん。いい子やん。ちょっと結婚しようぜ。この道もあるとちょっと生涯暮らそうぜ、もう。私はもっといろんなことを知りたいし見てみたい。今まで見たこともない幻のポケモンにも会ってみたいし、遺跡や洞窟も探検したいし、いろんな冒険もしてみたい。冒険家になりたいの。おお、今回もか。いいね。そのために私は旅をして、やっとここまで。あ、そうだ、行けない。大事な用があるんだった。急ぎたいけど、でもこの先を行くには難しくて苦戦しそうな気もするし。難しいってどういうこと？どうしよう。そうだ、セロ、お願い、一緒にこの先を行ってくんない？私の旅も目的の場所まであと少しなんだけど、でも急がないと間に合わないかもしれないし、私一匹だと不安なの。はぁ、もう時間がない。お願い、付き合って。来ましたね、デコボコ山西の口。西口ですね、デコボコ山の。行きましょうか。あれ、まだダンジョンじゃない。あ、ちょっと、この BGM 聞いたことある。はい、超ポケモンダンジョンもね、聞かせていただきました。これ無限大の BGM だったんだ、この BGM。 すいません。気になる方は、多分動画にリンクが貼ってあるので、超ポケダンの方の実況をご覧ください。というわけで、すいません、ちょっと宣伝をしてしまい申した。じゃあ行きますか。聞いてるね、これ結構馴染みの BGM だね。わ、すごく綺麗だな。なんて自然豊かなところなんだろう。セロ、こっちよ。早く早く。行くか。ちょっとテンション上がってきたな。新しい冒険が。すげえ楽しそう、マジで。行くぞ、無限大の旅に。あれ？橋横断されちゃってるよ。あ、本当はここ行ける予定だったんだ。橋が壊れてる。だから西口から入って東口から出るみたいな。新宿駅みたいな感じね。どうしよう。これじゃ先に行けないよ。なるほどな。山を通れるけど、誰か、ちょっと不便だった人が橋かけたんだろうな、ここにな。どうやらあそこに入ってみるしかなさそうね。行こう、セロ。行くか。冒険の始まりだぜ。でこぼこ山西の穴。行くか。始まりましたね。じゃ、行くか。多分操作方法はね、大丈夫だと思うんだけど。来た。ゴチ見る。使いたい技を選ぼう。あ、これだよな、やっぱり。行くか、じゃあもう早速。拍手。連携とかないよな。R ボタンがこう。で、OK。じゃあ行くか。攻撃していきましょう。はい、早当たり。攻撃力高くないやんか。いいね。じゃあ行くか。いた。特によ。あ、下画面。ですね、今回の実況はちょっと、画面の大きさがちょっとちっちゃくなるかもしれませんが、下が画面で、上がこの冒険の様子にします。はい。じゃあやっていこうかなと。あ、いいじゃん、俺のみ。いいね。多分使い方は変わんないと思うけどな。よし、行くか。多分敵倒していこうぜ、どんどん。徐々にな。いいね。ちょっと、この BGM すげえ聞き馴染みがあるんだけど。なんか超ポケなんで予習しといてよかったな。その場合向きを変えよう。こうだよな。うん。まあ、基本的にチュートリアルはいいかな。うん。操作方法はそんなに変わってないっぽいから。よし、行くか。今度な、時代を遡る旅を。まあ、多分チュートリアルだから。多分このダンジョンは、おそらくチュートリアルなので、倍速をかけているのではないかなと。思います。あ、ちょっとなんか、倍速のところで、ゆっくり言うと普通に聞こえるみたいなのやろうと思ったけど、できなかった。なんだこれ。キラキラ光っているものを A ボタンで調べると何か起こる。これ倒すんじゃねえの、これ。ボコッつって。絶対倒すよな、これな。強すぎる。スタージャ君、俺腕力強すぎだろ。よし、行くわ。あ、上登るんだ。穴通るかと思った。で、こっちに、飛び降りれはしないと。オッケー、じゃあ行くか。はい、じゃあ行きます。なんか面白いな。普通のマップとダンジョンがこう、組み合わさってる感じなんだ。面白いじゃん。あ、二重丸のどちらかでも死ぬと。なるほど、どっちも死んじゃいけねえんだな。じゃあ行こうぜ。死んだらアイテムがなくなる。ここら辺も変わんねえな。はーい、じゃあ、それでは行こうかなと思います。ああ、鶴の鞭って遠距離攻撃じゃないんだ。じゃあ、それでは進んで行こうかなと思います。やめよう。よし、行くか。あ、やばい、そういう感じで来るのか。なんか、ゴチム怖いイメージがあるからな。こいつ強そう。特殊技とか。これ難しくない？ちょっと待って。これむずいぞ。今回。これ連携、じゃねえわ。なんかその、うまくこの味方と一緒に敵を倒す動きをしなきゃいけないな。よし、行くか。ゴチム。まあ、多分そんなに危険ではないと思うけど。よし、じゃあ進んでいこう。もうここは倍速してるぞ、多分、おそらく。すげえ綺麗。もうちょっとね、無限大のダンジョン構成はね、自分味わったから。よし、じゃあ進もうか。行きまーす。デコボコ、山、東の口、出たかな？来た！
出れたじゃん。これ初めての冒険成功。やった！向こう側に行けたよ。もう少しで抜けられるはずよ。頑張ろう。まだなんだ。あ、なんかこの普通の場所も含めてこれ、5階とかっていう感じで、ダンジョンなんだね、これも。ここもダンジョンなんだな、一応。敵は出てこないけど。じゃあ行くか！峠を越えたぜ。やったー。今のがダンジョンというわけですね。はい、じゃあ行きましょうか。記録せずに基本的に進んでいこうかなと思います。行くぜ。来た。やった！やっと来れた！やっと抜けたよ！セロのおかげよ！本当にありがとう！さあ、早く行かなくちゃ！手紙には確かこっちだって書いてたはず。何の手紙なんだろう。ヒポポタスだな、これ。あ、ヌオー先輩だ。よかった、間に合った。わしはヌオー。ここら辺の土地を管理してるものだぬ。もしかして、ヌシかぬ？ミジマルというのは。うん、そうよ。おお、やっぱり。遠くからはるばるご苦労様だぬ。で、わしも待ってたかいがあっただぬ。ここに一匹でずーっと、ぼーっと立ってたんだがぬ。あまりにも暇だったんで、もう帰ろうが、思ってたところだぬ。でも、本当にいいのかぬ？こんなに荒れてるし、何にもないところだぬし。何より、ここら辺は不思議のダンジョン化が進んでいて、何が起きるかわからぬ土地だぬよ。ぬが多いね。うん。むしろそれを望んでいるの。不思議のダンジョン化って怖くね、なんか、ホロー化みたいな。お金も持ってきたよ。交換しないんだぬ。じゃあ、ほれ、権利書。なんなんだ、権利書って。土地を買った？絶対子供だろ、このミジマル。この土地で土地を買うってすげえな。今日からこの土地は主のものだからぬ。自由に使っていいからぬ。ヌオさん。やったー！今日からここが私の楽園だー！楽園なの？あ、一匹で盛り上がってごめんね。金集めこいつ将来有望だな。このなんか若さで土地を買うって。私さっきいろんなものを知りたいし冒険家になりたいって言ったよね。その夢を実現するためのスタートがここなのよ。私の夢、それは私たちの楽園。ポケモンパラダイスを作ること。ちょっと新興宗教っぽいな、これ。ちょっとやめろよ、マジで。ポケモンパラダイス？うん。ここ、夢の楽園にするの。ここらは不思議のダンジョン化が進んでいて、何が起きるかわからない土地なの。だから、それを嫌がるポケモンも多いんだけど。でも、逆にワクワクするような冒険も起きると思うの。ここからいろんな冒険をして仲間も集めて、みんなで力を合わせて暮らせる。そんなみんなで心が躍るような生活ができる。まるで楽園のような場所を作りたい。それが私の夢なのよ。そのためにお金を貯めて、今やっと買ったところなの。こいつ絶対将来なんか、起業家だよ、起業家。敏腕女起業、女性起業家だな、これ。まあ他は、あまりに高すぎて、ここを買うしかなかったっていうのもあるけど、まあでもな、北海道の土地はクソ安いしな。山一個10万以下とか買えたりするからな。案外ありなのかもな。でも、ここが私の夢のスタート地点になるのよ。まあ、税金とかどうすんの？みじまるにはそんな夢があったんだ。でも、夢があるのっていいな。聞いてるだけで、こっちもワクワクしてくるよ。それで、セロはこれからどうするの？どこか行くあてはあるの？どうすりゃいいの？行くところがないのなら、行くところがないのならお願い。ポケモンパラダイスを作るの。セロにも手伝ってもらえないかな。え？私一匹だけじゃ到底無理だし。だから、これからも仲間も少しずつ増やそうと思ってたの。どうぞ、セロ。どうぞ。はい、行きましょう。一緒にやってもらえるかな。どうしよう。あの、助けてって聞こえた声が気になるんだけど。でも、今手がかりがあるわけでもないし。行くあてもないし。だったら、とりあえず今はミジュマルと一緒にいてもいいのかも。そのうちに自分が何をやるべきかも分かってくるのかもしれない。ちょ、滑舌が終わってんな。よし！そうだな。まずはこう、情報集めだな。そう、住むところがないとめっちゃ不安になるからな。本当？本当に手伝ってくれるの？やったー！ありがとう！
今日から私たちは友達、そして仲間よ。セロ、せっかく友達になれたんだし、これからは私のことをあだ名で呼んでもらっても構わないよ。お、何かいいニックネームとかあるかな。どうしよう名前どうしよう。すいません、じゃあ名前決めます。カッツ。はい、というわけで今回はですね、ミジュマルのマルコでいきますすげえ安直な名前になってしまったかもしれない。ミジュマルのマルコね、女の子だから。はい、じゃあいきます。マルコでよろしいですか。いきなり人間の名前を与えるって。マルコ、マルコか。じゃあマルコでこれからもよろしくね。すげえすげえ受け入れてくれる。こいつ心広さしかないじゃん。そうだ、これからは他のみんなにもそう呼んでもらおうと私絶対頑張るぞ。かわいい、マジで。マルコがあんなに喜んでるし、手伝うのを OK にしてよかったかもね。でもとりあえず、それにしてもまさか自分がポケモンになっちゃうなんてね。夢の中で声みたいのを聞いて、気がついたらポケモンになっていたんだけど。そういえば、これあれだよな、あのムシャーナの進化前の、なんて言うんだっけこいつ、シュシュップじゃなくて、ムシャーナの進化前の、あの追われてたポケモンは大丈夫かな。サザンドラなのかな、今回は悪者。そうだ、早く助けないと。でもどうやって。今わからないことだらけだし、助けるためにもまずはこの世界に来たわけを知らないとね。それにマルコと一緒にいるとワクワクすることが起きそうな、そんな何かがこの先待ってるような気がするよ。すげえ楽しそう、この子と一緒に冒険するの。セロ、これから頑張ろうね。今は何もないところだけど、でもここそが私たち2匹の楽園だ。やったぜはい、というわけでポケモン不思議のダンジョン、マグナゲートと無限大迷宮。これ何なんだろう、この映像は何なのか分かんないけど、これローディング画面か。これはあれか、なんか CM に入ります的なあれかな。発見マグナゲートが開いた。なんだこりゃ。トップメニューから遊べます。なんだこりゃ。はい、じゃあそれではちょっとまだ時間があるので続けていきますか。行くぜ。これ夜、野宿すんのここで。絶対やべえポケモン出てくるよ。サザンドラとかにぶん殴らせろ、マジで。あっという間に夜になっちゃったね。当たり前だけど、パラダイスにはまだ何もないし、とりあえずはここで野宿しようか。怖っ。そう、寝込み襲われそうで怖いな。あ、ちゃんと藁ね。恒例の藁で寝ると。少し寒いね。まずは家を建てる必要があるかもね。確かに、これで雨でも降ったらもっと辛いし、とりあえず雨や風をしのげるようにはしたいよね。明日になったら家を建てることを考えようか。おやすみ、セロ。ミジュマルには家族とかっていないのかな。出稼ぎに来てんのかな、こうやって。なんか状況ならぬ。上パラして。上パラダイスしてんのかな、こういう、ここで。ビッグになってやるぜと。あ、ヌオーさん。おはようだぬ。様子を見に来ただぬ。ゆうべはよく眠れただぬ。おはようぬお、それがあまり眠れなくて、ちょっと寒くてさ。やっぱり周りに何もないから寝るときに風がしのげないの。それで私たち、まずは家を建てようと思ってるんだけど、どうしたらいいかな。ぬおー、それなら、確か宿場町に大工がいたはずだぬ。え、ほんと？ほんとだぬ。大工に頼めば家を建ててもらえるんでないかなぬ。宿場町はすぐ近くにあるだぬ。ちょっと会ってみるかだぬか。ちょっと待って。やばい。日本語がやばい。行こう。セロ。行くか。大工さんに私たちの家を建ててもらおう。行くか。じゃあ早速、宿場町。え、ミジュマルはそこから来たんじゃないの？こっちだぬーん。無駄に広。違った。なかなか広いんだぬ。いいキャラしてんな。こっちなんだぬーん。ぬーん、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 ぬーん。この街道は旅をするポケモンたちがたくさん通るだぬ。で、そのポケモンたちが休む場所として宿場町が作られたんだぬ。宿場町はこの先だぬ。行ってみるだぬ。行くぜ。かわいいな、ヌオ。いきなりキャラ濃いのが出てきたな。行くか。着いただぬ。ここが宿場町だぬ。あ、キラチーノとか。いいね。
やっぱ BW のポケモンが多いのかな、うん、BW1 やったことないんだな。BW2 だけやったことがあります。はい、へえ、もっとのどかなところかと思ったけど、意外と賑わってるのね。そうな。ここは水がとても綺麗なところとして評判で、訪れたポケモンたちはここの水を飲んで旅の疲れを休んだぬ。だからみんな集まりやすいのかもしれないだろうな。設備もいろいろあるだぬ。まあこれ預かりボックスだよな。これは。あそこの妙な箱は預かりボックスといって、道具やお金を預けたり取り出したりできるんだぬ。こう隠れ音商店だな。これも毎回恒例の。あそこはお店だぬ。いろいろな道具が買えるだぬね。他にも宿とか食堂とかいろいろあるだぬ。主たちも、主って言うんだ。主たちも気軽に利用とするといいだぬ。何すんだよ。わざとぶつかったよな。痛えじゃねえか。ちょっとくちばしが触れただけだろ。いちいち大きな声出すなよ。ふん。めっちゃ喧嘩してるチンピラどもが。やっぱドカチンどもが。やっぱドカタの兄ちゃんたちがいるのかな、こういう宿とかって。なんかトゲトゲしいな。周りのポケモンたちも特に止める素振りを見せなかったし。最近みんななんかピリピリしているのか、ポケモン同士のいざこざが増えているだぬ。聞くところによると、みんなの神経が尖ってるのは、各地に不思議のダンジョンが広がっているせいだと言われたりもするだぬが、本当のところはどうなんだぬ。なんか、今回不思議のダンジョンが、そのものが敵みたいな感じなのかな。不思議のダンジョンという概念が敵みたいな。とにかくポケモン同士の関係が最近なぜかギクシャクしてる。自分勝手なポケモンがどんどん増えてきてるし、さっきのいざこざだって誰も止めようともしない。ポケモン同士が信用できなくなっているのよね。みんなもっと仲良くしてくれると嬉しいんだけど。なんとなく世の中が暗いんだぬ。明るい話題でもあればいいんだがぬ。ま、それは置いといて、主たち、大工を探してるところだったぬ。どこらでしょ、どこら、大工といえば。わし、ちょっと探してくるから、その間、主たちは町中をうろうろしてればいいだぬ。うん、ありがとう、ぬお。じゃあちょっと、ピリピリしてはいるけど、見るか、ワンポイントアドバイス。はい。メニュー、あ、まあ、冒険を記録だな。じゃあ行ってみますか。はぁ、ぬおさんは少なくともいいやつっぽいけどな。さすがにヌオーは裏切らないよな。やめてくれよ、マジで。お、お主たち、ちょうどよかっただぬ。あそこにいるドッコラーたちは、大工の弟分だぬ。やっぱドッコラーだよな。ドッコラーたちに聞いてみるだぬ。ちょっといいかぬ？主たちの親方は、どこにいるだぬ？え、親方？兄貴のことですか？兄貴なら、ここの食堂にいるけどよ。その兄貴というのが大工さんなのよね。私たち家を建てたいの。兄貴のところに案内してくれる？いいのかな？わかりました！こっちだ！ついてこい！なんかありそうだな。なんか語尾にびっくりマークとかついてない感じを見ると、ちょっと、あんま歓迎されてなさそうに見えるけど。おお、よかっただぬ。頑張って大工にお願いしてくるだぬ。わしはここで待ってるだぬ。うん、ありがとう！ぬおさんすげえいい人だな。マジで。兄貴はどこにいるの？あそこにいるのが兄貴なの？兄貴じゃないじゃん、絶対。絶対この人、姉貴でしょ。せめて姉貴でしょ。全然違うぞ、兄貴じゃない。どう見たらあれが大工に見えるんだよ。あそこにいるのはすまんな。この食堂の宿の主。マナさんだ。やっぱ姉貴だったな。俺たちの兄貴はあそこに。どっこらの進化、なんだっけ。どっからあの進化系なんて名前だっけな、ちょっと待って。名前出る前に、あ、ドテッコツって書いてあった。読んじゃった。あそこにいるのがドテッコツ兄貴です。ドテッコーす！いいか？兄貴は荒っぽいところがあるからな。気をつけるんだぞ。やだな。やだな。ドテッコーズ！ギロリ。どうしたおめえら。あ、兄貴！実はここにいる奴らが。なんだ、もしかして仕事の話か？うん、私たち家を建てたいの。大工さんにお願いすればきっと家が建てられるんじゃないかと思って。お前金だよ、金、世の中は金がないのに頼んで建ててくれなんてことないだろうな。でも土地買えるんだから金は持ってるだろうけど。それでここに大工さんがいるって話を聞いてここまでやってきたのよ。
俺はもちろんするよ。私たち住むところがまだなくて困ってるの。お願い。私たちの家を建ててもらえないかな。どうします、兄貴。兄貴。兄貴？土台コーツ！ひえ！わかった。引き受けるぜ。本当？あ、本当だぜ。俺は大工だ。そして大工に二言はね。ありがとう。セロ、やったよ。私たちの家が建てられる。家を建てるにはお金が必要よね。私たちまだお金がないから今から頑張って稼いでくるよ。マジで？いや、金はいらねえ。かっけえ。とてっこつにき、かっけえ。その代わり、取ってきてほしいものがある。この近くに石の洞窟というところがあるんだけどよ。そこの一番奥深くにある石ころをいくつか取ってきてほしいんだ。石ころ？ああ、そうだ。水色をした石だ。家を作るには材料がいる。水色の石はその材料と交換できるんだ。石のありかは石の洞窟の奥まで行けばわかるはずだ。そうだな。小さいやつでも5個くらいあれば十分だな。取ってきてくれれば、俺はその石をある場所へ行って材料に変えてくる。そしたら家を建てることができるぜ。わかった！水色の石を5個くらい取ってくれればいいのね。行こう、セロ！ありがとう！トテコツ、トコラたち！なんかさっきの聞いた話を聞いた後なのに、割と優しい。なんかすげえギャップがあるけど、どうなんだろうな、この人たちは。この人たちもなんか後に怖くなるのかな。おお、どうだっただぬか。大丈夫、心よく引き受けてくれたよ。石の洞窟に行って頼まれてたものを取ってくれば、私たちの家を建ててくれるって。そうだぬか。それはよかっただぬ。石の洞窟ならこの先の十字路から行けるだぬ。やった、じゃあ早速行こう。あ、乗ってきた。あれ、どこらたち、どうしたの。ん、伝え忘れたことでもあるの。いや、いいんです。すま、なんでもね。頑張って行ってきてくれ。うん、ありがとう。じゃあ頑張ってくれよ。なんかありそう。怖いな、なんかこの人たち。なんかここの村の人たち怖え。なんか秘めたるものがあるぞ、絶対こいつら。石の洞窟はこの十字路から行けるだぬ。ただ注意したいのは分かっていると思うだぬが、石の洞窟は不思議のダンジョンだということだぬ。侵食されてんのか。不思議のダンジョン。昨日からたまに出てくる言葉だけど、なんだろう。そうか、まだセロは知らないのか。ここらの土地は不思議なことがよく起こるの。行くたびに地形が変わったり、地下をくぐり抜けた先にが思わぬ場所に繋がってたりとかね。そんな不思議な土地だからこそ、きっと冒険も待ってる。そう思ったから私もここの土地を買ったのよ。確かに。ちょっとごめんなさい。確かにそれが楽しいところではあるだぬ。たまに珍しいお宝もあったりして、うはふわはな時もあるだぬし、ただ逆に凶暴な敵もポケモンたちにいきなり襲われることもあるし、モンハウとかかな。とても危険なところだから、そこは注意してほしいだぬ。そっか、どうやら簡単な仕事じゃなさそうだね。でも家を建てるのも大変なわけだし、ま、頑張って行ってみるといいだぬ。あのさ、ヌオー、ヌオーは私たちがこれから危険なところに行くって分かってるのに、どうしてそんなヌホーってした感じでいられるの。ヌホーっとした感じは生まれつきだから仕方ないだぬ。それに主たちならなぜかやり遂げれる気がしてぬ。安心しているだぬ。全く根拠ないだぬが。いい加減だな。でも家は建てたいし、頑張るしかないよね。セロ、出かける前に土鉄骨から頼まれたことを確認しよう。石の洞窟の奥まで行って、水色の石を5個ほど取ってくる。これで OK よね。それじゃ、行こう。絶対に取ってきて私たちの家を建てようね。行くか、じゃあ。じゃあ初めての依頼。行きますか。ちょっと待ってね。どうしよう。なんか準備とかいいのかな。もうこのまま。ここら辺でなんか水場でセーブとかってのはないか。じゃあ行くか。すまない。じゃあそれでは早速行きましょうか。ほい。来た。石の洞窟。すげえなんか綺麗だな。画面が。じゃあ行きましょうか。石の洞窟。早速ね。クリアしていきましょう。多分まだね、ダンジョンはチュートリアルだと思うんだけど。うん。